どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA のクレジットカードとアメックスのクレジットカードから、追加チャージの方法ですね。こちらの一番お得な方法と、またね、投資インタグを購入する方法のお得な方法。こちらをね、まとめて紹介していきたいなと思います。ということで、ANA のクレジットカードに関しては、ライフソリューションということで、ANA のね、クレジットカードの利用額であったり、ANA ペイのね、利用額であったり、まあ、こういったね、利用額を積み上げていただくと、 ANA のステータスをね防衛するのにプレーンポイント引き下げることができますよね。まあ、これで ANA のカードのね、決済額であったり、ANAPay のね、決済額、できるだけね、集めたいっていう方ね、いらっしゃると思いますので、追加チャージ、またね、投資信託の購入方法をね、まとめて紹介していきたいな、なんていうふうに思いますのと、またね、 アメックスのクレジットカードね、メインカードにされている方もいらっしゃると思うんですよね。マリオとボンボイプレミアムカードに関しては、年間150万円決済していただくと、無料宿泊がもらえたり、400万円決済で、プラチナステータスがね、もらえたり、またね、ヒルとアメックス、一般カードの方は150万円で、ウィークエンド無料宿泊特典、またね、プレミアムカードの方は200万円でダイヤモンド。 300万円で、ウィーケンド無料宿泊特典ということで、まあこういった感じでね、アメックスの、ね、決済額もね、集めてる方いらっしゃると思いますので、まあここら辺ね、利用されたいっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。 それではですね、早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずこのルートね、えいろいろルートあるんですけども、まずね、こちらは iPhone の方限定のルートっていう風になります。で、まずね、一番還元率が高いチャージ方法は、えこちらですね、ANA のマスターカードから AUPay プリペイドにチャージしていただいて、ANAPay、トヨタウォレット、モバイル追加っていうルートですね。還元に関しては ANA マイル1%還元が取れて、 ホンタポイント0.5%還元が取れて、ANA ペイで ANA マイルが0.5%還元取れて、トヨタウォレット残高1%還元が取れます。合計すると1,2,3ということで3、3%還元で利用することができるっていうふうになるんですよね。ですので、ANA マスターカード保有されている方は、このルートがね、一番おすすめっていうふうに、 なります。で、こちらはですね、ルートね、こんだけ通すのめんどくさいっていう方は、aupay からね、飛んでいただいたり、anapay から飛んでいただいたりね、まあ、そこはお好みにはなるわけなんですけども、この a u p a y プリペイドから anapay、ここのチャージだけ、ApplePay でチャージしていただく必要がございますので、こちらね、iPhone の方しか利用することができないっていうふうになります。で、次ですね。 マスターカードも入れさせていただきまして、一応このね、ルートは JCB も利用することができるんですけども、JCB の場合はね、この還元取ることができません。ですので、ちょっとここにはね、入れさせていただかなかったんですけども、JCB カードの方は一応ね、利用することができるんですけども、還元は取れないっていうふうになります。ビザマスターの場合は、ここで1%還元が取れて、キャッシュにチャージしていただいて0.2%還元。で、ANA Pay の0.5%還元、トヨタウレットの1%還元が 取ることができます全部合計すると1、2で0.7ということで合計2.7%還元っていう風になるんですよね。ANA マイル還元率もここで1.5%でキャッシュとトヨタなんで結構いいですよね。まあ上もね一緒ですけども ANA マイルね1.5%還元で取ることができるっていう風になりますんで、もしね経由してもいいっていう方はぜひこちらのルートね覚えておいていただければなと。 思います。このね、三井住友カードはね、このビザマスターって発行してるんですけども、直接ね、モバイルスイカにチャージしてしまうとね、還元が取れないっていうふうになりますんでね、これね、OK にしてくれるとね、こんなルート組まなくてもね、楽にチャージすることができるっていうふうになるわけなんですけども、まあこちらね、直接チャージしてしまうとね、還元が取れないっていうふうになりますんで、こちらねえ、ぜひ覚えておいていただければなぁと、 思います。で、アメックスの場合は2.5%還元ということで、アメックスの場合は、この、アメックスをね、各種発行しているカードがございますけども、アメックスから a u p a y プリペイドのチャージっていうのは0.5%還元ということで1、1%取ることができません。できませんけども、チャージすることはであの、半分の還元でね、チャージすることができます。で、a u p a y ペイドから、その後は一緒っていう風になりまして、ApplePay で ANAPay、ANAPay からトヨタブレット、トヨタブレットからモバイルスイカっていう流れですね。そうすると、 でここで1%、ここで2%、2.5%還元ということで、合計2.5%ね、取ることができます。こちらね、全部は書いておりませんけども、ANA メックスもいけますし、まあ、ヒルとアメックスもいけますし、デルタ、スカイマイルとかね、あの、アメリカエンクスプレスが発行しているクレジットカードに関しては、こちらのルートね、利用することができます。で ライフソリューション利用されている方は、ANA カードをね、ここで利用することができますよね。で、またね、ここ ANAPay でもですね、利用しているっていう風になりますんで、ANA のライフソリューションのカウントは、ここでね、ダブルで入るっていう風になりますんで、これが本当にいいですよね。ライフソリューションで決済額ね、積み上げていきたいですよっていう方は、こちらのルートね、ぜひ覚えておいていただければなぁと、 思います。次にアンドロイドですね。まあこちらね、先ほどの iPhone のね、ルートにもあったこちらのルートですね。こちらね、iPhone でも Android でも、えー、利用することができるっていう風になりまして、またね、Amex でも、えー、利用することができるっていう風になります。まず上の方なんですけども、 こちらね、先ほど一緒なんでね、えー、説明は割愛させていただきますけども、2.7%還元で利用することができます。で、メックスの場合はですね、先ほどね、iPhone の場合はね、aupay p r e p a d だったわけなんですけども、この aupay p r e p a d からね、この ANAPay っていうのは、Apple Pay でチャージしなきゃいけませんので、Android の方は利用することができませんので、ここがね、キャッシュに変わって、で、キャッシュの場合のチャージも0.5%ということで、満額ね、チャージ取ることができないっていうふうになります。でキャッシュ から a n a p a a n p からトヨタオレットでトヨタオレットからモバイルス s u i c a ということで、まあこういったね、ルートになります。で、2.2%還元っていう風になるんですよね。まあこちらのルートでもいいですし、もうね、めんどくさいよっていう方は、このね、AUPay っていうのはですね、Suica にチャージすることができるっていう風になりますんで、 このね、アメックスから a u ペイにチャージして,いて、そのままね、モバイルスイカにチャージしていただければ、まあ、1%還元ということで、還元率はちょっと落ちるわけなんですけども、まあ、こちらもね、利用することができるっていう風になります。 で、このね、アメックスっていうのは、チャージでね、満額取ることが難しいんですよね。まあ、キャッシュにチャージしていても、aupay にね、チャージしていただいてもですね、満額のポイントを取ることができないっていう風になるんですよね。今まで B4 さんであったり、イデアとかね、2023年1年間で還元が満額取れるって話題になったりね、取れなくなったりということで、まあ、あったわけなんですけども、今現状ですね、ほとんど取ることができません。で、ほとんどっていう意味はですね、 こちらになるわけなんですけども、このね、マイザー社長のありがとうバンクプリペイドカードだけ 現状ね、1%還元、ポイント満額でチャージ取ることができます。で、B4 さんはね、2023年ね、一時期まで取ることができてたんですけども、今もうね、半分になってしまいましたので、0.5%還元っていう風になりますんで、アメリカンエクスプレスのクレジットカードで何かチャージでね、1%還元が取りたいよっていう方は、これありがとうバンクカードにね、チャージして利用していただくのがね、まあ今おすすめっていうところですかね。 なんですけども、このありがとうバンクカードもですね、本当に癖がありまして、見ていただいた通り、この IC チップもね、ついてないプリペイドカードっていう風になりますので、常にね、スライドであの、決済していただく必要がございますし、3D セキュアもね、ついておりませんので、満額でチャージすることはできるんですけども、モバイルスイカにチャージすることもできないっていう風になるんですよね。ですので、まあ、このね、アメックスから、 1%, 1還元で満額のポイントが取れるわけなんですけども、まあ、使い道としては、このね、ペイペイにね、登録することができて、ペイペイでクレカ登録で利用していただくのはね、いいのかなっていうところですね。あとは病院であったりとかね、まあそういうアメックスのね、あの満額取れないところがありますよね。まあそういったところで利用していただくのはね、まあいいのかななんていうふうに思うわけなんですけども、まあこのありがとう版カードね、物理カードも900円だったかな。 えっと、有料っていう風になりますんで、まあ、ここまでね、発行する。ま、あ私は持ってるんですけども、どうしてもね、満額取りたいっていう方はね、まあ、いいのかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、 この使い道としてはね、本当に PayPay ペイペイのクレカ登録っていうのはね、メインになるかななんていうふうに思いますので、まあこういう方法もありますよ程度でね、覚えておいていただければなと思います。いろいろね、今日チャージの方法をね、紹介させていただきましたけども、いや、こんなにチャージするのはめんどくさいですけども、ポイントスイカのね、モバイルチャージのポイントね、ちょっと取りたいよっていう方は、この b e y o のプリペイドカードにね、チャージしていただくのがね、おすすめです。というのもこのカードね、発行手数料ね、かかんないんですよね。 あの、無料で発行することができるっていう風になりますんで、アメックスから B4 さんにチャージしていて0.5%還元で0.5%還元でモバイルスイカにチャージしていただいたり、ま、こちらをね、あの、クレカ登録でペイペイに登録していただければですね、こちらも利用することができるっていう風になりますし、こちらね、3D ュアがね、ちゃんと通っておりますので、あの、クレカ登録ね、した時に 3D ュアが通ってると、 25万円までね、月利用することができるっていう風になりますんで、ありがとうバンクカードはね、PayPay ペイペイにクレカ登録できるんですけども、3D セキュアがないことによって、月5000までしか利用することができないんですよね。だからこれもね、3D セキュアこれが通ったらね、いいんですけども、現状ですね、あの 3D セキュアございませんので、 5000までの縛りはねございますけれども一応ね満額ポイントが取れてあのクレカが使えないけどペイペイ使えるみたいなところではこちらがねすごい力を発揮する部分ではあるんですけれどもまあ発行手数料もね有料ですんでまあここはねあのお好みになるわけなんですけどもまあこういったルートもございますでこのねありがとうバンクカードねあの手数料有料っていう話をさせていただきましたけども今前澤社長のねお金配りでねまた 宝くじみたいなやっておりますので、まあそういったのでね、残高をちょっと貯めてって、無料で発行してね、利用していただければ、まあいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあひとまずね、このアメックスっていうのはですね、チャージルートをね、基本的にポイント半額もしくはゼロにするっていうのを徹底しておりますんで、え、B4 さんもね、あの、半分になりましたし、え、イディアに関してはゼロになりましたし、え、指輪型決済端末エブリングも0.5にね、ずっと満額取れてたんですけども、それもね、解約されてしまいましたので、まあここもね、 いつまで続くか分かりませんけども一応ねこういったルートもあるっていう風になります。で一応、ね、補足として え、JAL マイルをね、貯めてる方で、このモバイルスイカにいい方法ないのかっていう話なんですけども、一応ね、JAL マイルも、えー、還元率2%でスイカチャージね、ルート組むことができます。その代わりミニストップが近くにある方限定になってしまうわけなんですけども、JAL カードのショッピングマイルプレミアム加入した状態で、えー、JMB ワオンにね、えー、こうチャージしていただきます。その時に1%還元が取れますね。で、この5のつく日ですね、5、15、25日の日は、えー、ポイント2倍で、 がねあるんで、すよねでその日にですね、ミニストップで JMB1 音で、このバニラビザっていうね、こちら、ビザカードのプリペイドなんですけども、3D 席屋が通ってるんですよね。 ですので、こちらをね、購入していただきます。そうすると、このチャージした時と利用した時にね2、2%還元が取れて、で、そのカードをですね、モバイルスイカチャージしていただければ2、2%還元でモバイルスイカね、取れるっていう風になりますんで、JAL カードで JAL マイルを貯めている方で、モバイルスイカチャージね、お得に利用されたいっていう方は、まあ、こういった感じでね、利用してください。で、ちょっとね、番外編にはなるわけなんですけども、JR のね、あの、切符で、こちらの券売機ありますよね。 この券売機はクレジットカードが利用することができます。ですので、このね、乗車券っていう部分を押していただいて、あの、乗る駅だったかなはい。検索していただいて、あの、普通にね、クレジットカードでね、あの、購入していただければ、ポイント満額つくっていう風になりますんで、 まあちょっとね、物理の切符になりますけども、モバイル追加ではなくて、普通に切符買ってね、あのカード入れて、そしたらね、ポイント満額取れるっていう風になりますんで、もしね、アメックスを利用している方で、ほとんど JR しか使えませんっていう方は、あの、券売機探していただいて、切符買っていただければね、ポイント満額取れるっていう風になりますんで、まこちらね、まあ基本的にはね、海外旅行保険の、あの、利用負担つけるためにしかね、利用する人あんまり日常ではね、いないかな、なんていう風に思うんですけども、まあこちらで 切符が変えてポイント満額取れるっていうことは一応覚えておくとね便利に使えるかななんていうふうに思います私はね結構使っておりますねそれでは次にですね ANA カードアメックスカード経由で投資信託を購入していく方法2024年版ですね2023年ねいろいろルートがあったんですけどもたくさんあったルートもですねどんどんね解約されてしまってえまず ANA のマスターカードに関しては AUP にチャージしていただいて aupay から7個もしくは 1on にチャージしていただきます。で、えー、こちらでね、applepay で、えー、チャージしていただきますので、このルート iPhone の方しか利用することができません。こちらのどちらかにチャージしていただいて、1on であればミニストップで楽天バリアブルカードを 1on 払いで購入していただくと、ここでね、1%還元が取れます。このね、楽天バリアブルカードっていうのは、チャージしてるとね、楽天キャッシュになりますので、楽天証券で1月5万円までですね、投資信託購入することができます。 私もこれねずっと毎月ね定期的に買っておりますけれども今現時点で、ね、和音払いで。 楽天バリアブルカードでね1、1%還元取れるっていう風になりますんで、ここで1%還元が取れて、ここで1%還元が取れるっていう風になりますんで、投資信託だと2%還元で投資信託がね、利用することができるっていう風になります。もちろんね、楽天ペイでそのままね、あの楽天キャッシュは利用することができますんで、楽天キャッシュ利用していただければさらにね1、1%還元取ることができますし、楽天ペイでね、国税またね、請求書支払い利用することができるようになりましたので、 税金の支払いにもね、利用することができます。で、ミニストップが近くにない方はね、7個にチャージしていただくわけなんですけども、7個の場合はですね、残念ながらね、ここ還元が取れないっていうふうになりますんで、7個の場合は1%還元で利用していただくっていうふうになります。それ以外はね、基本的に流れは一緒になりますね。セブンイレブンでこの楽天バリアブルカードを7個で購入していただく感じになります。 で、アンドロイドの方はですね、楽天エディから楽天キャッシュへのチャージ、ここが通ってるんですよね。こちらね、iPhone にね、まだ実装されておりませんので、android ね、持ってる方限定にはなるわけなんですけども、android 持ってる方はですね、ANA カードからキャッシュ、ANA ペイ、楽天エディ、楽天キャッシュにチャージすることができますので、自宅で完結して、当新宅までね、購入することができるっていうふうになるんですよね。で、還元が えー、ANA カードで1%、えー、キャッシュで0.2%、ANA ペイで0.5%っていう風になりますんで、えー、楽天キャッシュでね、更新託購入する際は、まあ、ここの還元ですね、1.7%還元ですかね。 で、えー、楽天ペイで利用していただくと、さらに1%上乗せできて、請求書支払いとかね、国税の支払いとかも利用することができます。一応 JCB カードもね、このルート組むことができるんですけども、キャッシュへのチャージはね、還元ございませんので、この点はね、利用することができるっていうふうになりますけども、まあ、還元率はね、ここなくなりますんで、0.7%還元っていうふうになりますので、この点は注意してください。 で、次にですね、ANA Visa チナプレミアムカードを持っている方は、還元率さらに上げることができて、まあ、ルートとしてはね、先ほどと全部一緒なんですけども、1.5%還元ね、取ることができるっていうふうになりますので、これめちゃくちゃ強いですよね。ANA マイルの還元率は2%還元で、キャッシュ2%、0.2%取れて、えー、楽天、楽天ペイでね、利用していただければ、さらに1%取れるっていうふうになりますので、還元率2%還元で、投資信託ね、購入することができるっていうふうになりますので、 ana、ね、ビザプラチナプレミアムカードね保有されている方で決済額上げたい方はですねぜひねえ利用していただきたいなと思いますそれでは次にアメリカンエキスプレスのクレジットカードで投信宅購入していこうですねまずね iphone の方はアメックスのクレジットカードから au ペイにチャージしていただくか直でねをもしくはナロコにねチャージしていただきますで au ペイにねチャージしていただいた方がですね 0.5%還元ということで、還元こっちだとね、取ることができます。一応、直チャージもできるんですけども、還元なくなりますので、ここはね、お好みっていうふうになります。で、a u p a y p r e p a から ApplePay で和音もしくは7コにね、チャージしていただいて、ここではね、還元は取れません。で、その後はですね、今までと一緒で、楽天バリアブルカードを和音払いでミニストップでね、購入していただくと1%還元が取れて、まあ、それでね、投資インタ購入していただいたり、楽天ペイで利用していただければ1%取れたり、 請求書支払いクとかね、国税とかも利用することができます。同じようにね、セブンイレブンでも利用することができるんですけども、還元はね、こちらはございませんので、ミニストップであれば、アメックスの還元が0.5%。ミニストップ利用できる方は1%還元。セブンイレブンの場合は0%還元。で、楽天ペイでね、利用する方はプラス1%ということで、アメックスのクレジットカードをね、持っている方で、 決済額ね、マリオットとか、またね、キルトンとかで決済額積み上げたくて、楽天証券で投資イン購入していきたいっていう方は、こちらのルートね、非常におすすめです。私もね、基本的にこちらのルートがね、還元率が高いんで、まあ私はね、あの、自転車ちょっと行った通りね、あの、ミニストップございますので、まあこちらでね、利用させていただいて、まあこちらね、一月5万円までしかね、a u p a y p ペイ p a チャージすることができないんですけども、こっちもね、一月5万円までしかね、あの、楽天キャッシュでチャージすることができませんので、まあ私は家族から カードも含めてね、1月ね10万円までやっていきたいななんていう風に思います。これね10万円まで家族カードまでねあのやって利用することができれば、ヒルとアメックスプレミアムカードね年間200万円でダイヤモンドステータスになれますよね。それにかなり近づけるっていう風になりますので、これはね本当にいいですよね。ぜひねアメックス持ってる方で決済額ね上げたい方は利用していただければなと思います。で次にですね、Android ユーザーの方ですね。Android ユーザーの方はアメックスからキャッシュにチャージして で anapay で楽天 ad で楽天キャッシュですねまぁ、あ、先ほどから言ってる通りですねここは android しか通っておりませんのでこのルートは android の人しか利用することができませんでこれでルートを組んでいただくと楽天キャッシュまでねご自宅で完結してそのまま楽天証券のね投資新宅まで購入することができるっていう風になりますんで android ユーザーの方はねこれ本当にいいですよねワオの部分が取れなかったりするんですけども自宅で完結しますんでねこれはめちゃくちゃいいですよねぜひご こちらもね、覚えておいていただきたいなと思います。はい、ということで今回ですね、お得なね、スイカへのチャージ方法と、またね、投資信託の購入方法をね、解説させて、 いただきました。まあ、正直ですね、2024年、今日ね、7月2日になるわけなんですけども、まあ、こちらね、正直、いつね、ルートが塞がれるかわかりません。この点だけはね、えー、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。ちょっと前までですね、ギフティールートっていうね、アメックスのポイントも満額取れてね、っていうルートもあったんですよね。それもね、えー、2023年の10月ぐらいかな、あの、塞がれてしまって、もうね、あの、利用することができなくなってしまったっていう風になりますんで、いつね、解約、またね、ルートの風 封鎖っていうのはいつくね来るかっていうのは本当にわからないっていう風になりますんでサイレントで封鎖される場合ねございますのでまあ、この点だけはですねチャージしすぎないようにねしていただければなと思いますということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画が行に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターインスタグラム LINE 公式アカウントやってますんでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ